さあ5月29日モノ戦始まりました。はい、本日の参加者富永真子と小牧真子からスタートですね。あとはマツケンケンプラス2、フロヤンプラマイ0、メスターヤンプラマイ2、ごめんなさいプラス2でスタートです。マツケンとメスターは、ゴールデンウィークにやったときに、特別ルールでプラ5で上がるっていうルールでやってましたんで、その分が加算されてプラ2っていう形でスタートになっております。他の人は普通にプラ3で上がってるんでプラマイゼロからのスタートっていうことで、なんかすごく基本的なことを聞いてもいいでしょうか。はい、モノ線っていうのは、はい、一番上の段位をモノ線って呼ぶんですか。今の一番上はモノなんで、はい、モノ線になってます。あ、そうなんですか。今回の段位戦が、初段から7段までが数字段、はいはい、で、その上がモノっていう形、ゴールデンウィークの時は8段って言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、改定されまして、あ、8段が、はい、8段から10段はないんですね。そうです、そういうことになります。のじ合い台はねえし売り終わったし。さあ、富永真琴がとりあえず1試合勝ちまして、小牧真琴に勝ってプラ1、マツケンがプラ2ということで、第2試合目ですね。入ってる入ってる、はい、新ライン戦、このルールになってから、はい、初のモノ戦になってますけども。なるほど、はい、僕はちょっと台あんまり詳しくないんで、つわものと猛者がどっちが上なのかよく分かってないんですけど、それの下の方です。まあでも今一番強い高い台がつわものってことですよね。つわものが一番下ですか、ものの中では。今の一番下、じゃあそれですかな。で、マツケンとメスターがプラ2なんで、プラ2一回勝つと上に上がれます。なるほど、あ、はい、プラス3で上がる。はい、なるほど。何に関係なく今回はプラス3で上がるっていうルールに変わりましたので、はいはいはい、つわものから打って1個上がったらもう抜けって形ですか。いや、ですね、ものは全部一緒にできるんで、あ、はい、なるほど、上がっても続行っていう形になりますね、はいはい、まあ時間が時間なんで耐えるってなんない限りは基本的には、まあ、続くと思って、まあ間違いないでしょう。王者から抜けるところまでは多分いかないと思いますんで、はいはい、長いんで、はい、マスケの7連勝とかが、あ、まあ、まあ、ありえなくはないですね。そうですね、あるんですけど、富永7連勝とか、はい、さあこれ結構いい勝負になってますけど、さあこれでもまだ富永1本ありますからね。そうですね、あ、さあ使ってしまうと、マスケンさんがゲージが溜まっちゃったんで、さあマツケンがこれで1個上がりました。段位が何になったのか分かりません。はい、なるほど。ということでアツシプラマイゼロもつわもの戦に参加になりました。今マツケンさんがモサプラ、はい、プラマイゼロ。そうです今。なるほど。でフロさんがつわものプラマイゼロ。そうです。なるほど。さあこれケイ君ヤン使いとして、これは積んでます。はい、フロさん押してますけど、だいぶ押してますけど、ただこっからこっからあるんですよ。こっからまあそうですね。あ、わっと珍しい。さあ最大ゲージ回収で、確かに間違いないですね、あれが最大ですね。ダイパン地上からは、まあ、ダイパン弱トロ2発とかの方が最終になりますか。トロが2発目まで、3発目まで当たるんだったら確かトロの方がたまるんですけど、はい、2発で死ぬんだったら、はい、選球体の方が確かに。なるほど、詳しいですね、さすがヤンスカイ。知識しかないですから、実力はないですから。さあ陣内が溜まる前になるべく押していきたいけど、さすが1回しかないんですよ。使っていきますね。でもで、あ、ここ、これいい状況ですね。あー、もう一回。さあ、あっと、EDX が出なかったかな。痛恨のミスでマツケンがマイナー1ですね。いってきます。次がメスターさん。
全部五分でしょあれ。全部ね。あれ五分でしょ。全部五分でしょ。全部五分はない。捕まるか捕まんないかで。いや大体大体大体負けてるよ。大体誠不利。不利。不利。さあここでメスターさんプラス2ですね。メスターさんがプラス2で、はい、勝てば上がって、プロさんがプラス1か。はい。おお、やった。扇風客でしたっけ、結構スタンチありますね、はいはいはい、スタンチは結構高いですよですね。だからここぞっていう時なんかそうですね。ただあれ頑張れば見てから立てるんで。あーじゃあすげえ集中してる人だったら。そうですね、うん、似たモーションが一切ないから、うん、まあ、見てれば。なるほど。密着では絶対打たないんで基本的には。そういうことですか。さすが。メスターさんがすごい当て方をした。暴れて、うわーうまい。手の落ちにコワコワでしょ。からゼロドットで、こっから体力がなくなったけど、どうなるかどうなるか。さあどうなる。投げ投げからの追いかけてて、ヒット確認しっかりして、プロさんが何やったの、ガードジャンプやったのかなですね。アハブロミスらしいです、申し訳ないです。大得意のアツシさんが登場しました。闇吹きは俺は全く分かんないです。なるほど。これでもプロさん、まあキャラ対じゃないかもしれないですけど、アツシ君には割といける。そうなんですよね、結構いけてる、だってまああのアツシさんが嫌がってますからね。ああプロさんを。そうです。まあ、プロさん今ここもミスりましたけどたまたまです、たまたま。うわこっからを画面端、おー出れない。うまこれです、この首折りの持続的な最後をガード出してみたいな、ね、あれ釣りなんですよねあれ皆さん二択が待ってる。そう気をつけてください。さあ開幕は淳さん1ラウンド取ってって、だがゲージがないですね。ここはただ何としても、あなるほど、おうまい。さあ今度はフロさんの番だ。さあ起き上がれないぞ、なかなか起き上がれない。だが膝で暴れていく。さあここで落ち着きを取り戻したのか淳さん。さあそろそろ、さあこれで昇竜霞とかで県内に行ってしまうのか。さあこれは削れる、削れましたね。さあ淳さん止めていく。続きまして小牧さんかな。何なんだヒロさん、上がれると思った、上がれると思っちゃった上がれると白いはみ出たから負けました。なるほど、やっぱりね怖いですね、やっぱなんて言うんでしょう、このフラグはやっぱり永遠ですね。白い歯はやっぱり見せちゃダメなんだよなと。おこれは裏に回って、これ小松さんって人は、はい、息吹を知ってるんですか。これはどうなんでしょうね、ただ先ほど知らないらしいです。知らない、メスターさん情報知らないと。メスターさんははっきりと、いや知らないと。これ分かんないと相当辛いんじゃないですかね。これ分かんないと辛いですね、ただ正抽選なんで、あなるほど、多分まあこれは誠有利でしょう、まあ、はい。淳さんが1本取ってて、ただ淳さんがね多分誠戦をそんなに苦手としていないんですよね、結構好きなんですよね。富永っていう男のおかげで。ああそんなそんなやつがいるんですね、わけの分かんないやつがさあこれおなんか結構やりづらそうですね。さあ大パンどうかん、あれ大パンでもなかった。アトシ君うまいですね。お、あーこれね、あ、霞が出なかったけど、まあ、うまくフォローして、アトシ君がプラス2で、はい、次が富永出てるから、はいはい、何言ってんだろうと思って、いやまだ2だよって言ったら次富永でしょ、誤差になったわさっきのフロさんのフラグと一緒っすね、はい、完全に今ニャンチューの白い歯見えてましたちょっとムカついて喋りたくなりました今ただただ宣言通り今押してる状況だけどこれでも押してても
辛くさもらえなくてダブルあるから捕まったら終わりですからねで押されるときついっていう結構井口どうしようもないと思うんだよ選手じゃなくてもやっぱ辛いんですよね選手だと結局何かあったときに何々選手で終わっちゃうじゃんっていうのがああはいはいなるほどなんかすごい減ってってことですよねそうそうそうあの太さだともうどっからでも死ねるみたいな、うん、捕まったら終わりで伊吹は触りに行かないといけないからってことですよねまあそんなに触りに行かなきゃっていうことでもない、うん、うまいあれ膝当たるんですよね誠は多分結構当たりやすいあ、そうなんですか、うん、足の先端とかでも届くあの多分つむじ腹やられになってるからあーそっかそっかクライモーションが伸びてて、はい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 、で当たる。親っていうところでも結構当たっちゃう。あとこれはちょっとまずいんじゃないですかね。あっち真顔です。あ本気っすね。はい、しっかり対抗して思って、膝ライダー。あ距離取ってますね。とりあえず逃げましたで、アッチ昇格誰次が松木さんさ松木さんがモサマイナス1かなそうですねでアツシ君がモサプラマイナス1なんかアクシが結構マスケン終わってるっぽいこと言ってたんですけど相当辛いんですね、はい、でも前回の大戦ゴールデンウィークの大戦は、はい、結構勝ってますおじゃあ結構いい勝負どうなんですかね一応マスオカ曰く松下伊吹曰く 5.14.9 で剣有利剣有利 5.15.9 5.1 剣有利あなるほど本当にビサってなんですよ。で、言ってました。何がそうなったのかちょっと分かんないですけど、まあそう。でも、タツコパンがマジで鬱陶しくて。あ、伊吹の。はい。ワンブロジャックトール確定するんですけど。あ、それ以外空中に逃げれるんですよ。浮いたりとかもあるから。結構ね、やってて窮屈なんですよね。おー。発生早いし、しゃがみにも当たるしってことですそうそうそう3フレ発生で、フラ6とか5とかそんぐらいあるからありますで、あの同時の足払いって、はい、あのクラ判定が結構上にあって前に出るからはい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 そこでね、止められちゃうんですよあー、発生前にあー、なるほど要所要所で置いとけばっていうそうですねどうするもういちいちタスコパに潰されて結構だるいってマティーマのよく止めましたね、ちゃんとまあ、しゃがみは痛い地場差なら勝てますね、はい、で、あの人面などの表裏も一応、はい、息吹、あーっとこれは死ぬかなあーっ、やるよ一気に殺して、アツシ君がモサプラス1マスケンさんがモサマイナス2で、メスターさんはい、さあさメスターさん登場ですねそれでですねちょっとプチ情報なんですけど、はい、ちょっとそこにお土産があるっぽいんですよねこれなんと岐阜から福ちゃんさんがですねあの お菓子のお土産をいただいたんで皆さん後で召し上がってくださいはいそうですねで行ってる間にメスターさんのゲージをすごい嫌でからしてますよ。全全熱唱まで入れて、アツシ君が SA 鎧ですね。マジで？これはどうなんだろうね。もう諦めてんのかな。これ霞でしょ？普通に。伊吹のことは俺には絶対聞かないでください。あ、そういうことですか。何も知らないんで本当です。まあでも俺もよくわかんないからな。そうなんですかね。近づいて鎧のプレッシャー持ってってことですかね。まあ当てればまあ。これやっぱりその減りが
いいのかな。減りは多分あの投げの方になればかなり減ると思いますけど、うんうんうん、半分ぐらいで減るよね。そうですね。ただどこで使うのかっていうですね。あとまあある意味ではそのゲージなしで戦わなきゃいけないんですよね。そうですね。うん。おここでメスターさんがしっかり分からして、次フロさんですね。さあここでフロさんが登場。うわ開幕決断。開幕決断。痛えな。鏡中盤から下がってないがゲージが溜まってユンが発動。よく出しましたね今。さあメスターさんリーチですか。そうだメスターさんリーチ、メスターさんリーチ多分モサリーチかな。これ暴れてって、お待ってかな。意外とあれですよね、ゼッショーガードした後の反撃って、はい、とっさにやんないとダメですよね。記録だとそうっすね。そうですよね。モサさんが一本を取り、モサリーチ、モサリーチ、さあリーチリーチ、いいのが入って、お赤風呂狙っていきましたね。ヤッティーチー手段もう溜まっている。リープは立つ。すごいですね。俺あれ全部捨ててる、いつもリープは捨て、うん、リープは見よリープあれは食らっちゃダメ、あ食らっちゃダメ、食らっちゃダメ。頑張れ頑張れよ。ジャンプしようとしたところに当たる。まあね、現役人中のリープは食らったら痛いからね。そうだね、頑張んないとな。しっかり地上、うわここはちょっと今ミスは、カブローミスって、さあ小足で刻んでって中盤でしょ。うますぎる。いやここは苦しいぞ。ヒロさんがコパンからミスってメスターさんが勝って、モサメスターさんモサ小高確率で、小牧さんが高確率、ここがマイナス2か、カーモノマイナス2。やーべーの。さあこれでどうなる。移動から草は飛んで、そうですね、まああそこ怖いですよね。お繋がったかな。でさあうまい。誠はねコンボがな、コンボで似てんだよ。で置き攻め、浮いて中継から最大使わない。中大ポーンが減るね。わあ温存しましたね。ですね、温存。本来であればメスターさん温存系は好きじゃないはずなんですが、普段から使うはずなんだけど、今回は多分今回は相当に心に余裕がありそうな。なるほど。あっとこれはメスターさんが本を落としたけど、ダブルアップしていこう。痛い。さあここから小牧さんなんとかまくりたいが、さあ空中戦からのマキさんが EX テスト。まあでもガード硬いですね。おお潜ってった。帰りにこれは鉄。マジか。メスターさんがあって小牧さんが降格です。はい、じゃあ俺か。次が富永さん。さあこれポイントは今どんな感じなんですか。メスターさんが多分モサプラス1で、富永さんは分かりません。富永はつわものマイナス1。つわものマイナス1、はい、富永さん順番悪いと下に落ちてなんかいい場所に入ろうとしてくるんで気をつけてください。マジ先週それでこいつ7段からつわものに上がったんで悪いやつですね。悪いやつです。メスターさんが処理してます。富永切れてますね。ムカつくって言ってます。ムカつく、はい、いやメスターさん強いですね。強いですね。今日メスターさんが、調子に乗ったかな。ただ死なないかな、まだこれは死ぬんじゃないですか。いや、死なないのか。死なないですね。代々か。代々で、EX は使わないで、おさあ、これ行くんでしょうか、現役人。行かないっすね。ここはさすがに使わないっすね。現役人あるけど、土佐波もあるんですよね。そうっすね。
もう半分溜まったら即死ですね。死にますね。うっ、これはこの距離は溜まった。死んじゃったかな。うわケイさん、なんですかこのゲームは。あのメスタさんがちょっとミスっただけで死んじゃいました、ね、ちょっと運が悪かっただけなのに。確かに。じゃあマツケンさんです。富永プラマイゼロ、プラマイゼロ。マツケンさんがモスターマイナス、モスターマイナーに広角線、広角に広角線。マツケンさんがあっどれくらいで温まれるかって感じですよね。確かに温まるとマジで強いんで、温まるとマツケンさんがもうずっと勝つのはありえますか。そうですね、一気にいっちゃうかなっていう。さあ、トサナミ入れば死ぬけども、うん、死にますけど、マツケンさんがまあでも辛草からじゃないとスタンチ足りないはずなんで。あ、大根からでもいけるんじゃないですか。あー、そうですね。まあどっちしろ、あの生は生土佐以外ならそうですね。これ松江さんがしっかりできるかどうか。遅らせ中パン投げてで逃げる。このバックステ前ラッシュ強いですよね。確かに。さあ、ゲージを吐いていく富永。まだまだ死なない。これで捕まれば溜まるかな。うわー、うまい。うまい。これは死にましたね。きっちり。これは息を飲む展開。さあ体力半分。マツケンさんダッシュをしっかり見てますね。そうですね。何を食らっちゃいけないかっていうの分かってますから、ね、投げただ行ってちゃんとあのダッシュの終わり際にならないように。そうですね、あのちゃんとめり込むように位置取ってるのがうまいですよね、うん、確かに。うん、お、大とさ腹を切り攻めが下風呂、下を入れる。ケンさんが勝ってモサマイナス1溶けてますよね。メスターさんそう割と見てる感じだとそんな感じですけど、たまたまじゃさっきまでオロしかやってなかったからでいきなり大戦で言う。オロで開きエレナと広池チュンリーにことごとく俺の昇段を昇格を阻まれて。あれですよね、オロの2大辛いキャラですよね多分よくわかんないけど、なぜか俺がなんかタイミングの妙で先に上がって、はい、よっしゃ抜けたと思ったら追っかけられて4段から落とされてやめました。なれた、まあ、そんなことはいいんですよ。確かに、はい、富永がね、だいぶマツケンを苦手としてるみたいで。おお、セットプレー。まあ、の割にはね、やっぱ結構、頑張って動いてるんですけど、はいはいはい。まあ、なかなか壁は厚いですね。あつしが強い。また、マツケンを止める。マツケンさんを止めて、あつしくんが勝って、マツケンキラー、あつし。ここにされました。あら。やっぱ、まあまあ、この日の調子もありますし、次やったらどうなるかもわかんないですけど。あの暗い道はあんまり歩かない方がいいよって言っときます、ね、アツシ動いてますね。そうですね、さっき富永さんの情報だとアツシ君が久野さんを本気で嫌がってるっていう情報が入ったんですけど、はい、あなんか昔10さっきやってましたよね確か。あ、そうなんですか、はい、結構いい勝負。今なんか10対6、7ぐらいでアツシが負けたような。あ、でも割といい勝負なんですね、はい、そんな言うほどのあれじゃなかったですね。まあその後どうなったのかわかんないですけど、まあ、言うてもねキャラ差あるんで。あ、そうなんですか、はい、
や、これね、結構息吹苦しいですよ。へぇ、まあなんか徳良くんが息吹ちゃんを終わらせたって言ってましたけど、息吹は大丈夫って言ってて、比嘉さんに負けてましたけど、はあ、どうなんすか。まあ、徳良の大丈夫はあんまり当てにならない。苦手って言ってダッシュがまず先に1本取ってて、うん、なんかね、あのヤンの弱点って逆にじゃないですか、逆にされるのが嫌じゃないですか、まあ、でも、イブキにあんまり逆にされない場合があるやっぱ、強さの先端とか、あーなるほど、ブロっても読み合いみたいな、うん、膝が届かないんで、相模中盤にするんですけど、相模中盤にすると遅くて、はいはい、イエストローに負けるんですよ、相模くらいで。あー、なるほど。基本下前やんなきゃいけなくて。あ、じゃあ反撃が難しいんですね、イブキバーの方が。で、EX ソロをブロっても、ろくな反撃がないんですよ。そうですね、立ち消系が届く前までブロんないと意味がないんで。そうですね。敷き中盤が何振りか知らないですけど。ああ、わかんないけど、5振れ以内ってことはないですね、多分。ああ、多分そうですね。あの性能で。アツシ君がとりあえず逃げる。ああいうのがね、結構だるいはだるいんだけど、はい、まあ、地道に地道にっていう感じでやられるとすごいきついらしいです、うんうん、まあ、殴り合っちゃえば多分火力は、まあ、ゴブか息吹が若干高いくらい。そうだね、その火力自体はそんな変わんなくても、ね、その息吹の体力が低いから、うん、なんだけど、やっぱそのぐちゃぐちゃになった時に EX 風切りかすみがある分、あ、息吹がやりやすいかな。行動があるってことね。ルロさんがじゃなければいい。今日はもうメンツ濃いんでね、もうそう簡単に今日上がれません、やっぱり。当たりません、はい、分かりました、分かりました、はい。 SA を変えます。 SA はね、変えません、変えません。今日はあーっと、ボールのスパリに高い、ドゥンドゥンドゥン、すげーって、すげーゲージが入ってきた。これ結構ヤンにも痛いコンボ入るんですね、はい、これね。ヤンにも高いコンボ入りますね。誠だけじゃなかった、誠、うん、まあ、9が一番高いんじゃないですか、ね、なるほど。おっと、漏らしたところをしっかりお仕置き、どうなる。おお、石川さん発動、これは、おー、下段。あーっと、石川さんが反撃ミスる、石川さんがゲージが欲しいですね。お、だがここで、お、最大のチャンスですね、埋めてった。さあ、なんとかメスターさんもしのいだが、投げが減る。おパン2発目がしゃがみに当たりませんでしたね、ね、スッてすかりましたね。発動して、お、これは空中で当たってしまう。これはしっかりコンボ完走、4割、あれでもう半分ぐらいなくなって、しかもこれでもう溜まるという、溜まる、これは強いよ。はい、メスターさんが強力で、この富永さん、このキャラ強すぎだろう、このキャラ強い。さあ、富永さん対メスターさん、富永はマイナス1、マイナス1、メスターさんがメスターさん、モサブラマイゼロ、メスターさんがなんか結構ガッていっちゃうかもしれないですね。そうですね、マツケンさんのエンジンがかかるか、そうですね、メスターさんがこのままいくか、はい、か富永が裏技使って順番いいとこ入って上がるかですね、まあ、なんかずるいことやって、はい、このメンツだと誰か上がってもおかしくないメンツなんで、俺以外です。そんなことはないと思います。いやー、まあやっぱ本命マックス剣かな。そうですね、エンジンかかったらっすね、そうですね、富永さんがなぜか知らんが立った、全部死なない、死なない、こわこわ、じゃんけん、甘えた、はい、さっき富永さんが、はい、マツケンさんに負けたときに、はい、クソゲーって言って切れてたんですよ。何を言ってるんですかね、この人は。
さあちょっとメッサさんが乗ってきたか、しっかり裏ガードして、これは安い、あ落としたけど表前方転身からネットが当たんないけど発動、ちょっとドミニー動きが悪いですね。そうですね、メッサーさんが勝ってモサプラス1で、マツケンさん合格リーチ、モサマイナス2で合格リーチ、はい、マチニでもね、今日マチニすげえ強い強い、まあいつも強いんだけど確かにいつも強いんだけど、やっぱ今日も強い。あの開幕7秒でメッサーさんが現役を発動してったってどういうことですかね。これね、溜め方がね、最短距離だったね、うまいですね、最短距離。さっきメッサーさんが言ってたけど、わあここは10勝はマツケンさんが勝ったみたいだけど、うん、今日はどうなるか。まあね、このね、いろんな人とやりながらの対戦なんで、またちょっと変わってるかもしれないですね。そうですね。さあ、1ラウンド取ったのがメッサーさん。おお、これは分かんねえぞ。さあ、鋭い大激中からの、そして中足陣内を決めて、さあ、じゃんけんは開いて、投げつかみちは昇竜。だがここはメッサーさん、おお、最大ちょっと投げつかを出してしまった。あ、落とした。さあ、これは痛かったか。これは痛かった。確かにこれは、ただ最終ラウンドがまだあるけど、どう響くか。さあ、今のはやってもうた。リバサ中波動確認陣内、はい、あれ、リバサ中足波動陣雷ってあれ何読みだったんだろうね。リバサ中足ですよ。いや、多分昇竜をガードするようにちょっと後ろに下がる、はい、うん、読みの中足。あー、なるほど。おーおー、さあ、と言ってる間にこれもあっという間に待ち2がゼロドットなんだが、かかとが当たって死んだ。できる、マツケンさんが降格をしのぐ。できる、マツケンさんが上がってしまう。はい、神髄、神髄を見せてください、アツシさん。さあ、これでポイントはあれですか、今のでマチニーがマイナス1になって、アツシさんはプラマイゼロ。まあでも厚井さんモサなんでね、モサのプラマイゼロですね。モサのプラマイゼロ、はい、マツケンさんがマイナス1、はい、距離に行かない。お、ここは1ラウンド目マチニーがもう好き勝手させねえぞと。マツケンさんがエンジンがかかってきた感じですね。ですね。さあ投げてって画面端、さあここは陣内置いとくです。お、あれで表落ちなんすね。すごいっすね。全く見えない、全く分かりません。さあ、このしゃがみ中盤が強い。さっきまで割と厚志くんペースだったけど、はい、この試合はもうマツケンさんペースですね。ですね。ああ、ここは中盤に決めてマツケンさんが勝つ。厚志さん笑ってる場合じゃねえから。メンツもこんな感じだった。メンツもこんな感じでした。ってことは、フロさんが止めれるかどうか。ただその時、フロさんいなかったんで。あ、じゃあもしかしたら。フロさんが止めてほしいです。いや、でもなんか、マツケンさんやってて思うんすよね。あ、温まってるみたいな。そうですね。もう分かりますよ、ね。分かる。別になんか、ダメージもらってるとかじゃなくて。はい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 。あ、きついぞ、みたいな。何なんだろうな。何されてるわけでもないんだけど、そうそうそう、みたいな感じですよね。うろうろしてるだけなのに、あ、やべえなこれみたいな。もう何もボタンも押せないっていう状況が、うん、いやー、1ラウンド早速取ってますね。取ってますね。マツケさんがヤング、フロさんが若干きついみたいなことをちょっと前に言ってたから。なるほど。おー、リバーサル中足。うわ、なんか今のは身内読みっぽい感じの。そうですね。踏み込んで一文字。
これは人雷しゃがみ足りますか。人雷いやギリたまん足んないけど、まあ、この状況なら立ちでもしゃがみでも。そうですね、中盤当たったら終わりのやつですね。そうです、ファイナルラウンドだけど、フロさんがゲージがゼロ。あ、たまった。これやっぱヤンガーはゲージ必要なんですか。ゲージが EX が2回欲しいですね。2回欲しい。いやー、第2戦復活楽しいっすわ。楽しいっすか。楽しいっすわ。そう、あれ最強技っすよね。最強っすね。あれグラップも入ってますからね。本当っすよね。でブロったところで陣内出す出さない、うん、そうっすね。チュンリーだけですわ、両対応できんの。フロさんが EX を使って置き攻めが通った。これはさすがにフロさん有利。陣内1回入ると分かんないですね。そうですね。さあ残り30秒。時間が光るけど、うわっ、待ちに、おぉ、フロさんが勝負のイエクソロでマツケさんを止める。できる。続いて、続いて富永さん。富永嫌だ今この中で。フロさんが富永が一番嫌だと。ということはですよ、これ落としちゃえばフロさんが行く可能性がありますね。そうっすね。富永さん得意技下に落ちて上がってくるんですけど、はいはい、残念ながら今7打席やってません。ってことは落ちたら終わり。落ちたら終わり、罪です。なるほど。ゲージがたまらない。今1ドット足んなかったか。そうですね。でもあそこでしっかりその大パントさ入れてるのがすごいですよね、うん、ちゃんとブロッタのを確認してから打ってましたから、うん、わあっと飛んだところに当たる。ブロッタ時のゲージ増加って結構難しいじゃないですか、はい、難しいですね。確かに単純に打撃当てて溜まるのは分かるけど、ブロールと増える増えないありますからね。うん、そうっすね。プロさんがゲージがない、使うからの裏から中足で、とにかく画面端を渡さない感じですね。いやー、でも端に入ってきますね。徳永さん端背負うのほんとうまいっすよね。ほんとうまい。うわあ、と危ないけど、さあこれはぶっぱとさをちょっと警戒しないといけないですね。そうですね。これはもう1ラウンド捨てに行っていい体力なんで。確かに。あっと、まあ、使って確実に取りに行って、トサゲージがやばいっすね。あ、前ジャンプが出なかった。ロッテ前方転身、今の結構勝負に行きましたね。確かに。うわー、危ないけど、かさあどうする。できる。クロさんが嫌がってだけど勝って、富永さん降格です。富永さん降格です。やってない、やってないらしい。やってない。フラさんがツアーモのフラーに上がっちゃう。昇格リーチ、昇格リーチ。終わった。ワコン終わった。ワコン終わったよ。楽しくマイクで喋ればいいじゃないか。そうだ、マイク喋ればいいんだ。マイク喋ればいい。いやー、まあ、いい勝負、いい勝負してる。やめるタイミング難しいね。まあでも、そうだよね、ポイントでいくと。まあでも王者多分出てこないよね。出てくる。でもそれ時間かかるよね、結構で。かかんない？うん、上がるから。今モサ王者一人でやってみましょう。で、あんまり長そうだったらどっか区切りで。クロさんがしっかりリープを立つか。はい、お暴れる、暴れた。
ちゃんとぴったりのビタ押しができるんだね。あれ中盤で、中盤で5フレなんで投げにも勝てますね。いいなあ。あっとバックラッシュに鉄腕が引っかかって、一度ゼロドット残して、おお絶勝。さあ伊藤さんが猛者に上がるか。うわうまいな。はい、で前方高い、コンボが高いですね。コンボは高いですね。そしてこの無慈悲な現役人がでんでん大パン前ラッシュ。ベスターさんが勝負に出てるですね。倒しに行ってます。あっとフローさんも勝負に出た。赤風呂できんかった。だがここはなんとかしのいで、ゲイエージン さあ発動して変身選球体を放すが、おーし落ち着いてるメスターさん。待ってて、メスターさんが勝つ。落ち着いてますね。落ち着いてますね。しっかり焦らずで、多分嫌い、はい、多分ダメですねこれは。SA が鎧同士、はい、さあ本気で。前もアルカさんも一時期チュンリーに鎧同士を使ってた時期が、あ、そんな時期あったんですか。なんか2日くらいあったんで。あ、2日早いか。早いですね。でもまあ2日で分かればよかった。まあそうっすね、やっぱ違うんだ。やっぱ違うらしいです。さあ、ここをもうこれは分かんないぞ。分かんない、火力が高い。さあどうする。おお、ここは打っていった。昇竜拳。さあ1ラウンド取っていく。もう結構めんどくさいのかな、やっぱりこの鎧同士が光ると。ああ、どうなんですかね。でも EX がないと、うん、ゲージ溜まってからって感じなのかな。ゲージありきの、うん、ゼロフレ空中はあるけど、うん、みたいな感じですかね。守りとあとダメージが取れないじゃないですか。お、ここはターゲット。さあ中足が最強。寒い寒い。最強ですねあれ。最強っすね。さあ中キックしか多分押してないっすね。押してないっすね。ただゲージがもう溜まってる。やば。さあファイナルランド。お、開幕ガン歩き。開幕歩きターゲット、恐ろしい。で、わあ、ここは小足が当たってたが、さあ分かんねえぞここから。さあこれは入った。捕まって半分メール。さあ今度は逆に淳さんが、淳くんが勝利。勝利で続きは待ちにか。マツケンさん、さあエンジンかかった、かかってきたと思われるマツケンさんですね。いやこれ俺もやりたかったけど勝ち残れなかった。残念ながら、残念ながら残念ながら勝ち残れませんでしたよ。気持ちの問題って淳くんが言ってたよ。あ、本当、うん、気持ちが大事って。 あいつ人読みしかしねえからな。さあマツケンさんがすごい安定してダメージを取ってる。で、ではこのラウンドは苦しい。逃げる。いやー、うまいですね、素晴らしい逃げるタイミングが。素晴らしいですね。おお、ここはゲージ温存かな。マツケンさんが盤石。うん。お。さあお互い距離を取って。さあ上からアツシさん。おー、だけどあれブロってるんですね。すごいですね、ブロって、しかも盆栽取ったのを確認してきっちり最大でしたね。うん、すごいです。お、中昇竜。お、おっと中央シャドウ、これガードミスるがフォロー。ガード間に合うのか。でもリバーサ2択の暴れ、やっぱボフラー暴れって強いですね。リバサ中大ですか。リバサ中大何だったんだろう。投げに勝てます。投げに勝てます。そういうこと、そういうこと。
全然いけない。一回までプルプルしてる。もう奇跡起きないって。気持ちが大事。気持ちが大事だからね。気持ちが大事。さあ待ちに対フロさん。さあ、お、さっきはフロさんが勝ってんだよな。赤フロ。さあここは、お、これは確定したのか。しっかり反撃ですね。お、うわう、この相打ち。うわ強いな。めくり中継、金中継が遅かったかな今のは。うん、鏡ライバー波動拳。お、ローがパクる。さあこの画面端の攻め、フロさん。おお、投げる。なんか飛ぶタイミングがすげえ神がかってるな。ちょっとミスとキャンセルが。マッケンさんが中盤裏。さあなんとか仕切り直してって。さあどうなる。おお、歩く。だが不動産の方が体力リードしてって、先端前中継立った。こういうところですよね、やっぱり松瀬、ね、松健さんのこの守りの守りのうまさ。俺多分あれ食らってますよ俺。老人老人しゃがみガード。もうしゃがんどけばいいだろう的な。多分俺だったらもう死んでますね。うわファイナルラウンドだけど、ゲージ的にはちょっと松健さんの BX が1回あるんで暴れる。3回復も意味を込めて。なるほど、基本的には美味しいですね。時間稼ぎ、アンド置き攻めみたいな。これでゲージがヤンがないんで、ゲージができたけど1回じゃ死なない。まだまだあと2個ぐらいか。お、うまい。中足に中足。お、これはあ、当たった。ない、よくゲージ見てましたね今ですね。昇竜で溜まりましたよ。昇竜陣雷でちょうど死ん。今の状況は、今の状況はマツケンさんがモサープラス1、メスターさんがモサープラスマイナス0、アツシさんが、モサーマイナス1で、フロさんはツワモノプラマイ0か。まあでももうちょっとで上がっちゃうかもしれない。裏、わ、メスターさんがいい感じに動いてる。いやーメスターさん今日、メスターさん多分強いわ。かなり強い。うん、しっかり拾って、ちょっとミスったけどね、あの雷撃襲とかもね、ブロられても多分あんまないよね。あんま、ね、てか何もないよね多分。どうなの、雷撃襲の一番低いのがなんか3フレだか2フレだかっていう、うん、人によって変わるんだけど、3だったら一応投げが確定するはず。うん、しゃがみ中盤陣雷。うわあーちょっと原因陣が当たって、今度は落とさずしっかり倒す。うん、そして続いてアツシさん。今日強えよ。何パーセントくらいですか。あ、そうよ。時間が11時半前なんで。11時半前ですね。さあ電車でお越しの人はそうですね、お時間気をつけてくださいね。11時半になりましたよ。さっきはアツシ君の勝った組み合わせ。そうですね、鎧が入って。お、お疲れさん。さあ結構飯、これ今ね、モノ戦ですね。はい、なるほど。もち君今何段ぐらいだっけ。あ、7段。あ、俺もね今7段に落ちたんだ。うん、7段戦やろうか。じゃあ7段戦。アツシさんね、モサです。モサなんですよ。アツシさんって言わないといけないっていうね。
七度戦、うん、やってた。うん、さっき終わっちゃった。おー、トウトウ。さすがにこれ鎧投手だとそんな奇跡は何回も起きないのかな。ただ、ただ苦しそう、ま、逆に言うとまだあるみたいな。まだある、まだある。落とさなければ、落とさなければ、落とさなければ、落とさなければ。ただメスターさんがもう落とさず、お疲れ。メスターさんがリーチ、メスターさんリーチ。お、王者です。黒さん、はい、今日はこれで配信が、配信じゃねえ、録画が終了するかもしれない。これでだからここで黒さんが止めるか。さあどうなる。お、さあここで、お、黒さんがストッパーになるか、メスターさんがこのままいっちゃうか。メスターさんが、黒さんが、さあ最も覇王に近い男になるか。メスターさんとミスったが、おー、ガード勝て、ガード勝てーな。黒さんうめえなー。お、あっと、お足前中継、お足接触、いやー、ジャンプ中継が刺さる、刺されてしまって、黒さんが1ラウンド取る。さあこれは昇格戦には魔物が住んでるのか。お、エリック相打ち、エリックが相打ちになる。さあ黒さんの置き攻め、さあここは一旦仕切り直して、おー、雷撃手が相打ち。さあここはたまらず、ずっとお足が刺さって、で、メスターさんがコンボをミスるが、まだユンのターンですね。うわー、ここは置き攻めが当たって、最後の勝負。さあここはとカンボを落とさなければ、落とさず、おー、おー、メスターさんが踏ん張る、つなげていく。ゲージがほぼゼロからのスタートですね。さあファイナルラウンド、お、開幕中です。なん勝負に出てますね。さあやる気満々です。おお、マイブロンだけど繋がんなかったが、前方避けて、うわー、ジャンプだけ、どこで使うか。これはさあここはちょっともったいなかったけど、で、安定したコンボで締めて、だがわからない、繋がった、繋がって、さあどうなる。ゲージ発動、押して、おー、歩いて壊し、昇格、昇格、王者、メスターさん王者昇格、メスターさん王者ということで初王者らしいです。おめでとうございます。王者昇格です。じゃあ、うん、撮影どうする、どこ、撮影はストップで、じゃあ撮影はじゃあここまでだけで、でもモノ戦はもうちょっとやるか、こうでもうみんなやる気満々みたいなんで。そうですね。じゃあ次これボタンどこで押せばいいの。じゃあブロードキャスト、じゃあ撮影は一応ここまでということで、お疲れ様でした。